一言で人生を変えることができる。チェーンは、その最も弱いリンクと同じくらい強力です。愚か者と彼のお金はすぐに分かれます。どの役にも立たない男は、何にでも落ちます。 時間内のステッチは球を節約します。行動は言葉より優便です。すべての良いことは終わりにならなければなりません。美しさは見る人の目にある。準備に失敗することで、失敗する準備をしています。 知恵を学ぶには、次の3つのつ方法があります。最も高貴な反省によって2番最も簡単な模倣によるそして3番目は最も苦い経験です好きな仕事を選べば人生で一日も働く必要はありません 一番浅いところで小川を渡ります好奇心が猫を殺した絶望的な時代には絶望的な対策が必要です私がするようにではなく私が言うようにしてくださいすべての雲には銀色の裏地があります 全てのものは美しさを持っている。しかし誰もが気づくわけではない。待っている人には良いことが訪れます。幸せは既成のものではありません。それはあなた自身の行動から来ています。速攻は無駄を生む。 ためらうものは迷う歴史は繰り返す正直は最善の策ですあなたが人生を愛しているなら人生はあなたを愛してくれることを私は発見しました方向を変えないと向かっている方向に行き着く可能性があります 1>, 1時間幸せになりたいなら昼寝をしましょう1日幸せになりたければ釣りに行きなさい1年の幸せを願うなら財産を相続する一生幸せになりたければ誰かを助けなさい 立ち止まらない限り、どんなにゆっくり進んでも構いません。暗闇を呪うよりもろうそくに火をつける方が良い。光を見るために集中しなければならないのは、最も暗い瞬間です。何が起こるかではなく、それにどう反応するかが重要です。 自分自身を知ることは、すべての知恵の始まりです。人生は本当にシンプルですが、私たちはそれを複雑にすることを主張しています。ミザリーは会社が大好きです。お金は木に生えません。 誰も同じ川に二度足を踏み入れることはありません。同じ川ではなく、同じ人ではないからです。私たちの人生は、重要なことについて黙っていた日から始まります。私たちの言葉には翼がありますが、どこにも飛びません。 生きることの最大の栄光は、決して転ばないことではなく、転ぶたびに立ち上がることです。明日を実現するための唯一の制限は、今日に対する疑いです。素晴らしい仕事をする唯一の方法は、自分の仕事を愛することです。 ひしむホイールはグリースを取得します優れた人は言葉は控えめですが行動は優れています時間は私たちの上を飛んでいきますがその影を置き去りにします時間が傷を癒すあなたがそれを覚えていない限り 不当な扱いを受けることは何もありません自分自身に真実であることそして夜と昼のようにあなたは誰に対しても嘘をつくことはできません料理人が多すぎるとスープが台無しになります私たちはスピリチュアルな体験をする人間ではありません 私たちは人間としての経験を持つ霊的存在です。私たちは繰り返し行うものです。従って、卓越性は行為ではなく、習慣です。煙あるところに火あり、海岸を見失う勇気がなければ、 決して海を渡ることはできません。卵を割らずにオムレツは作れません。